こんにちは、ノブ吉岡です。ノブ J ウーファミリージャイブ上達講座始まります。本日はね、ブーメンの内径手幅の補足っていうのをね、この、トーマストラベル、のライディングの、動画から、ここ本当に重要なんだよねっていう、こうウェーブにもつながるね、ジャイブですよ。ノブジャイブっていうのは、私もウェーブにつながるジャイブですね。基本的にはブーメンの内径っていう感じです。そこが必要だっていう、その解説をちょっとしていきたいと思います。よろしいでしょう。じゃあここでちょっとスローでいきましょう。ここはね、映像的にそのお借りしてますね。かっこいいよね。でもね、トーマストラベルってうまいですよね、結構ね。チャンピオンにもなったことあるのかな。すごいですよ。これはもうほぼ本当にフォアレイキですよね。精度全然後ろに巻き込んでないですかね。完璧にフォアレイキ。まあ、このサイズの波なんで、ターンはわざと大きくですよね。だからちょっと、マスの出し方がちょっと前に出してるっていうのはそういうところですね。でここで見てもらうのが、もう今日の手幅の法則ですよ。右手ブーム手どこ持ってるかっていうところなんですよね。問題はここですよ。その前までね、もっと近く持ってたの、実言うと。手幅、ここ持ってます。まだこれね、リーバイとかだとね、リーバイとかカウリーだとね、多分ね、もうちょっとね、ブーメンより持ってるかもしれない。まあターンの質にも変わるんですけどもね。でもまあ普段からその広く持つ癖をつけておくと、いつでもそこに持てるっていう。結局はブーム手を広く持つってことは、そちらに重心が寄るってことなんですよね、結局は。でブーム手の肘をキュッと曲がってますね。だからマスト手が伸びる、マスト手が伸びるっていうんじゃなくて、これ頭の位置が50センチ、60センチ、70センチ、内側に来てるから、手幅の感覚で、手幅のど真ん中に頭があるわけじゃないんですね。ブーム手を引く、こうキュッと引いた方がいいので、ブーム手が短くなりますから、その分、ブームエンドの方に頭が寄る。だから、マストでが伸びるっていう。もうこれがね、分かってないで、ただ単にマストで伸ばしてる人も結構いるんですよ。それ大きな間違いだからっていう感じなんですね。まあこれ知らないとね、そうなっちゃうんでね。だから笑い事じゃないんですよ、本当はね。今ちょっと私笑ってましたけど、笑い事じゃない。知らないとそうなっちゃうんですよ。マストで伸ばすとマストでだけ伸ばすんですよ。基本的に言うと、これはブームエンド内傾してるからマストでが伸びるっていうね、その法則をしっかり分かってる。だから知ってるか知ってないかっていうのは、本当にもうあれなんですよ。知ってる人からしたら本当に笑っちゃうんですよ。本人からしたら笑ったら失礼なんですよ、でも本当はね。でも知らないとそういうことをしてしまうっていうことなんですね。だからここからまた入って、ね、これね、細かいことを言うと、もうすごい解説したい。次にまたね、次回またこれの映像でまた違う解説をちょっとしていきたいと思いますね。おー、来た来た、うまいね、やっぱりね。ほら、これちょっと前出してますね。これターン大きくなんですね、実を言うと。おー、ね、ここで見てください。ブームの手幅、こんなに広いじゃないですか。ね、だからここからトップターンで縮めていくんですよね、実言うとね。これ見てもらうと、手幅の中心よりちょっと右側に来てるでしょ。これちょっと後半なんでね、ちょっと体戻してますけどもね。でトーマス・トラベルの方、特徴としては、ちょっとクロージングショットなんですよ。これヨーロッパ系の人に多いんだけども、なぜかというと、内傾してて、なおかつ下半身で押し込むんですよね。だから多分ね、ボードのちっちゃい人が結構多い。そうなんですよ。こういうライディングするのはボードがちっちゃくて、サーフボードに近いような本当に浮力のないボードを乗る人が結構多いですね。テールが薄くてね。もっとパワフルな、なんだろう、ボードに乗る人っていうのは、ちょっと大きめの厚みがある人は、どっちかというともうちょっと体軸内傾を強めちゃうんですね。でだからもっとヨーロッパ系の人はどっちかというと下半身でコントロールするっていうのが結構多いんですよ。そこはまあ、トリッキーな動きができたりするんで、まあ、その辺のね、こうトラディショナルなウェーブライディングと、最近の、トリッキーなっていう、こう融合してるんでね、まあ、今大会に勝つにはその方がいいかもしれないですね。でトップターンいいね、後ろ足で蹴って前足グッて体重がもう戻ったみたいなね。でここでレールを入れておいて、ちょっとバックサイドに振っておいて、トップを位置するキープするっていうことなんです。以上です。またね、この画像を使ってまたいろんな、解説していきたい。今日は、ブーメンの内径ですね。体軸内径でいかに取るかってことです。本日もありがとうございました。